はい、こんにちは、116インズです。今シーズンは60試合シーズンということで、調子の良かった選手、はたまた悪かった選手の明暗というのが非常に分かれましたが、今回と次回の動画で今季期待以上の活躍を見せた選手、また逆に思ったほど活躍ができなかった選手というのをそれぞれ6人ずつ取り上げていきたいなと思っています。今回の動画では今季期待以上の活躍を見せた選手を取り上げていきたいなと思っていまして、まあ、今シーズンここまで活躍するとは思っていなかった選手、あるいは、まあ、期待はしていたけれどもまさかここまでの数字を残すとは思っていなかった選手というのを6人ご紹介していきたいなと思います。それではその6人を早速見ていきたいなと思います。はい、まず1人目はブルワーズのデビン・ウィリアムスですね。ウィリアムスについては新人王候補を紹介する動画でもご紹介した選手ではあるんですが、まあ、やはり期待以上の活躍を今季見せた選手といえば真っ先に多くの方でもこのウィリアムスの名前を挙げるんじゃないのかなと思っています。2013年のドラフト2巡目指名でブルワーズに入団したウィリアムス、昨年2019年に MLB デビューを果たしますが、13試合で防御率 3.95 と決して悪い数字ではないんですが、ただそこまで目立つわけでもないまずまずの成績を残しました。ただ今季のウィリアムス、スタッドキャストの表記に準拠しますけれども、投球からシンカーを捨てましてフォーシームとチェンジアップ主体のピッチングにシフトしたんですね。でこれが功を奏したのか、今季大ブレイクを果たして22試合に登板して防御率はなんと 0.33、27回を投げて53奪三振と MLB でも屈指のリリーフピッチャーへと今季成長を遂げました。特にウィリアムスの武器でもあるチェンジアップはもはや魔球の域に到達していまして、チェンジアップの WOBA は7分7厘と MLB のバッターたちでも全く太刀打ちできていない球種となっています。この活躍もあってウィリアムスは新人王投票のファイナリストにも選ばれていますし、また NL の最優秀救援賞も受賞するなど飛躍の1年となりましたね。まあ、これは以前も話しましたが、ブルワーズのリリーフといえばジョシュ・ヘイダーのイメージが今はあると思うんですが、まさかそのヘイダーを上回るような存在が今季出てくるなんてちょっと予想していませんでしたし、来季以降のウィリアムスの活躍にも非常に期待したいです。はい、続いて2人目はパドレスのウィル・マイヤーズですね。2015年に現在のパドレスに移籍したマイヤーズなんですが、獲得当時はチームの中長期的な主力選手、まあ、どちらかといえば主砲としての役割というところが非常に期待されていたと思うんですが、ただ移籍後は毎年 OPS は7割台と獲得当初の期待値を考えると少々物足りない成績を残していました。でマイヤーズはパドレスと2016年のオフに6年契約を結びまして、で今年からマイヤーズの年俸は2000万ドルに跳ね上がっています。例年のパフォーマンス OPS7 割台ぐらいですと、さすがに2000万ドルという年俸は高すぎるなという印象があったんですが、ただ今季パワー面が大幅に改善しまして、55試合でホームラン15本、そして OPS も9割5分9厘と強打者といって遜色ないような成績を今季残しました。まあ、昨年は155試合で18本しかホームランを放っていないことを考えると、パワー面の改善というところが非常に伝わるかなと思うんですが、今季のマイヤーズバレル率が 14.8% となっていまして、これはリーグ上位 7% の数値、非常にバレルで打つのが上手いということになっているんですね。これを来年以降も続けることができればマイヤーズのパフォーマンスというのは非常に期待できると思いますし、今季プレイオフに進んだ強力パドレス打線の中にあって、このマイヤーズが6番に座っていたというのは相手チームにとっても脅威だったんじゃないでしょうか。言い方はあまり良くないかもしれませんが、少々不良再建気味だったマイヤーズが今季復活を遂げたのはパドレスとしても嬉しいサプライズだったんじゃないでしょうかね。続いて3人目、もう1人パドレスから紹介したいのがオースティン・ノラですね。ノラは前半はマリナーズでプレーしていたんですが、昨年29歳で MLB デビューを果たすなど非常に遅咲きの苦労人の選手です。ノラの最大の武器はキャッチャーもできるユーティリティ性なんですが、昨年は主にファーストを守りまして OPS7 割9分6厘とユーティリティとしてはなかなかのバッティングを見せてくれました。で今季もユーティリティとしての活躍が期待されたんですが、ただマリナーズ開幕前に正捕手のトム・マーフィーが怪我をしてしまって、急遽このノラが正捕手でスタート。キャッチャーに移ったことで昨年と比べて格段に守備負担は増したわけですが、バッティングに関しては昨年以上のものを見せてくれまして、マリナーズでの29試合で OPS は9割3厘とバッティングのいいキャッチャーとしてトレードバリューを上げていきました。キャッチャー自体数年前に始めたポジションではあるんですが、フレーミングは平均以上の数値を残していますし、守備面の評価もなかなか高いのがノラの器用さのすごいところでしたね。で結果トレードデッドラインにパドレスに求められてトレードされまして、パドレスに移籍してからはバッティングの方は少し調子を落としてしまいましたが、プレーオフ進出を目指すパドレス投手陣を支えまして、チームは見事にプレーオフ進出。その中でノラの活躍というところはチーム内外においても結構褒められている場面を様々な記事やパドレスの試合の放送でも聞きましたね。ノラに関しては昨年の活躍の時点でも
結構驚きではあったんですけれども、まさかキャッチャーをこなしながら昨年以上のバッティングを見せてくれるとは思っていませんでしたし、ましてやトッププロスペクトとの交換で移籍するような選手になるとも思っていなかったので、彼は本当に期待以上の成績を残してくれたなと思っています。はい、続いても苦労人ジャイアンツのマイク・ヤストレムスキーですね。ヤストレムスキーといえば三冠王にも輝き、またレッドソックスのレジェンドでもあるカール・ヤストレムスキーの孫として大変有名な選手ですが、ただこのマイクの方はなかなかの苦労人なんですね。昨年28歳で MLB デビューを果たすなど、なかなか芽が出てこなかった選手なんですが、ただ MLB1 年目は21ホーマーを放つなど、ルーキーイヤーはその苦労が実った1年となりました。ただそうは言ってもジャイアンツの本拠地は投手有利な球場ですし、さすがに相手チームも研究する中、昨年の OPS8 割5分2厘を上回る成績はなかなか簡単には残せないだろうと思っていたところ、蓋を開けてみれば OPS9 割6分8厘とルーキーイヤーを軽く上回る成績を今季残しました。で、そんなバッターがジャイアンツの1番バッターに座っているわけですから、相手投手からすれば試合開始から全く気の抜けないバッターとの対戦になったことでしょうね。ヤストレムスキーは今季ウィンズアボブリプレイスメント 2.5 を記録しているんですが、これは MLB 全員野手の中で8位、 MLB のスーパースターに匹敵するような成績をヤストレムスキーは今季残したわけですけれども、来季30歳のシーズンを迎えるヤストレムスキー、苦労人の彼は今後どんなキャリアを描いていくんでしょうか。続いて5人目はツインズの前田健太選手。オフシーズン中にドジャースからトレードで加入した前田選手ですが、ドジャース時代は先発とそれからリリーフとチームの都合に合わせた起用というところが非常に目立っていた印象があるんですが、ただツインズに移籍した今季はシーズン通して先発で起用されましたね。ツインズとしてはなかなかポストシーズン勝てていないという事実がありますので、そういった背景もあってかポストシーズンに強い前田選手を獲得したと思うんですが、ただ今季先発として本当にツインズのエースクラスとして活躍しましたよね。11先発でクオリティスタート8回と抜群の安定感を誇っていましたし、防御率も 2.70 と昨年の 4.04 と比べますと大幅に数字の方も改善しました。そして何よりすごいのが WHIP が 0.75 で、これは MLB トップの成績。 WHIP は1イニングあたりどれだけランナーを出すかという指標になるんですが、今季の前田選手は MLB で一番無駄なランナーを許さない投手だったと言えるかと思います。今季の前田選手の活躍はサイヤング賞投票トップ3に入ったのも頷けるような内容だったかと思います。ツインズはトッププロスペクトであるグラテロルを放出してまでこの前田選手が欲しかったわけですが、おそらくチーム側もまさかサイヤング賞投票でトップ3に入るぐらいの活躍を見せるとまでは思っていなかったのかなとは思いますので、今季の前田選手の活躍というのは本当に期待以上のものをチームにもたらしたんじゃないのかなと思います。はい、そして最後はタイガースのジェイマー・カンデラリオですね。カンデラリオはかつてカブスのトッププロスペクトでして、球界全体トップ100のプロスペクトにも入ったことがある選手なんですが、ただタイガースに移籍してからはなかなかその才能の目が開かないままでいました。で、26歳の今シーズンも7月は17打数ノーヒットと最悪のスタートを切ったんですが、ただ8月は打率3割5分6厘と一気に盛り返しまして、一時期はリーグの首位打者争いにも加わっていました。まあ、首位打者争いのところにカンデラリオの名前を見る日が来るなんて近年では全く思っていなかったので、その印象が個人的に非常に強かったですね。で、今季のカンデラリオについて大きな変化があった箇所として、これまで結構速球系を苦手としてきたんですが、どうも今季その課題を克服したようなんですね。昨年の対速球の WOBA が3割2厘だったのに対して、今季はその数字が4割2分2厘まで改善していますし、一つの大きな課題を克服したのであれば確かに今季の成績改善も頷けるのかなと思いました。タイガースはまだまだ再建中のチームではありますが、このカンデラリオがものになるかどうかはチームの今後の編成面においても非常に大きな問題となってくるかと思いますので、来季のフルシーズンにおいて今季と同じような活躍が維持できるかがポイントとなってきそうですね。はい、ということでここまで6人紹介してきましたが、まあ、他にもまだまだ紹介したい選手はたくさんいたんですが、個人的には特にこの6人かなと思って今回ご紹介しました。で、今季ノラにしてもヤストレムスキーにしてもそうだったんですが、苦労人の選手がさらにワンランク上の選手に成長した姿ですとか、またカンデラリオのように今まで目がちょっと出ていなかった選手たちが今季活躍する姿を見ることができたのは非常に嬉しかったですね。で、先ほども言いましたが他にも紹介したい選手はいまして、で、おそらく皆さんにとっても今季期待以上の活躍を見せてくれた選手というのはいたかと思いますので、ぜひですねコメント欄で教えていただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。